ズルズルゴー。我はですね、味が濃いめ、油は普通、麺は柔らかめで注文したいと思います。はい、ということでラーメン着丼しました。それではいただきます。まずはスープからいただきたいと思います。チーユとこのお醤油たちのコラボレーションです。いただきます。スープの上の部分にチーユが結構層になってるんですけど、こうやって混ぜないで最初そのままこうやってすくうとチーユ多めにすくうことができるんですよ。それをこのまま、なのでまず一番最初こうお箸で混ぜないで先にこのチーユを多めに作って飲んでみてください。いや、うまい。はい、ということでじゃあ麺にいきたいと思います。いただきます。いただきます。麺を持ち上げた時に分かるかもしれないです。短いので途中で噛み切らずにすすることができます。これもまた嬉しいポイントですね。最後の最後まで麺をスクッとすすれるって、これが心地いいんですよ。あとあれはですね、柔らかめを注文したんですけど、硬めを注文した方とかはコシがあったりとか食感を楽しめたりするんですけど、柔らかめを注文するとプリッとしたりムチッとしたり食感が味わうことができます。そしてしっかりすぐ噛み切れるのでスープと一緒にこう食堂までこう導いてくれるという感じがして、とってもさっぱり喉越しもよく、すごいいい感じですね。柔らかめ、個人的にはめっちゃ柔らかめ、おすすめです。はい、家系ラーメンといったらこちらのチャーシューとフレッシュなほうれん草、そしてなんといっても大きい海苔です。ではまずこちらのほうれん草をこちらのレンゲのスープにひたひたに足していただきます。茹でてあるほうれん草なんですけど、シャキシャキで、あとスープが濃いめなので醤油もガツンと効いてて、こちらのほうれん草とスープのコラボネーション最高です。あとですね、ラーメンって野菜がないじゃないかとか言われがちなんですけど、もうこのほうれん草でもう野菜は十分、鉄分も取れて最高です。女性の方はほうれん草を大葉にするのもいいかと思います。はい、お次はこちらチャーシューです。ニヤニヤしちゃいますね。柔らかい。なんか麺とかは結構ムチムチもちもちした食感で、ほうれん草もシャキシャキ、そこでこの柔らかいちょっととろっとした感じのチャーシューで、食感がすごいいろいろあってめちゃくちゃ楽しいです。あとこちらのチャーシューは結構繊細なお味がするので、これを食べながらなんか油の旨味、豚の油の旨味とかも結構噛めば噛むほど出てくるので、この油の後味を残しつつこちらの麺をいただくっていうのがめちゃくちゃ合うと思います。いきます。間違いないです。あ、チャーシュー食べた後に食べる麺は本当に豚の脂がちょっと強めに残ってるので、また違った味わいになりますね。これもチャーシュー麺で交互に食べるのがおすすめです。そしてお次は海苔です。なんといっても家系といえば海苔ですね。こちらの大きい海苔なんですよ。ちょっと半分下下に浸ってる部分もあったりするんですけど、すみません、最終的には我はこう浸しちゃいます。じわっと浸して、2回折ります。我はこうやって2回折ります。2回折ったらすみません、麺と一緒にいただきます。こんな感じで、こだわりはですね、海苔の上に麺が来るようにして持ちます。そうするとすすった時に喉に海苔がペチャってへばりつかないので、こちら安全に食べることができます。ではいただきます。やっぱ海苔なんですよ。結構トッピングとか1個増やすならっていう時は絶対海苔を増やします。本当に本当にこの海苔は家系ラーメンのために生まれてきたと言っても過言ではないぐらい、本当に海苔とこの家系ラーメン相性がバッチリなんですよ。海苔本当に感謝の気持ちでいっぱいですね。本当に
どうしてここにいるの、本当にありがとうという気持ちになる美味しさの海苔になっております。絶対にこれは一緒に食べてください。これでも食べる、オープン、はあ、もうありますね。